ユーロ版、ユーロ版は、PSA プジョーシトロエンと、フィアットグループが手掛けている、欧州先売のピープルキャリア、MPV、ミニ版の総称である。それぞれの社名は、初代モデルが、シトロエンエヴァシオン、シナジー、ランチアゼータ、プジョー806、二代目モデルは、シトロエン C8、ランチアフェドラ、プジョー807となっており、フィアットブランドのみ、初代、2代目とも、 フィアッットウリッセとなっているこのコーデは、これらの車種を一括して、ユーロ版として説明する。なお、D セグメント乗用車のプラットフォームを流用している。都合上、車両総重量として、ほぼ車種容量の限界に達しているため、より高荷重が予想される商用バージョンの設定はない。初代ユーロ版は1994年にデビューした。しかしその頃には、 同コンセプトのルノーエスパスが、欧州ではポピュラーになっていた。もともとエスパスは、プジョーが買収したマトラが提案したアイディアであり、プジョーがそれを袖にしたため、マトラがルノーに売り込んだものであった。その経緯が関係しているためか、エスパスの後追いをすることを避け、ミニバンの素である、クライスラー・ボイジャーを研究し、アメリカ社のようなミニバンを商品コンセプトとした。 この判断は的をいたものであり、今では欧州でもこの方向性がポピュラーとなっている。スケルトンとも呼ばれるマルチチューブラーフレーム、樹脂外反のエスパスに対し、ユーロ版は一般的な後半プレス、溶接組み立てであり、利益率が重視された。また、アメリカのミニ版の特徴であるスライドドアを導入した。 その特徴的なスライドドアはバッチエンジニアリングでもある商用車にも有用であった。短い全長に三列シートを配置するためアップライトな立った着座姿勢となった。AB ピラー間の距離も短いため乗降性を損なわないようフロントドアは90度近くまで開くことができる。乗車定員は2.32の7人乗りで2列目、3列目の 座席は個別に取り外しができ、移動可能である。この点は、エスパス同様で、欧州ミニバンの特徴となっている。エンジンとトランスミッションは、PSA の D セグメント乗用車、406、エグザンティアのものが使われており、フロントに横置き搭載され、前輪を駆動する、一般的な FF 方式である。足回りは、フロントガストラットとコイルスプリング、リアは、 トレーディングビームとコイルスプリングの組み合わせであり、これも極めてコンベンショナルな構成である。ユーロ版が登場した後、クライスラーからボイジャーの上級車種であるホイールベースを延長したグランドボイジャーが登場し、後の1997年エスパスにも同様のグランエスパスが加わったが、ユーロ版にはロングモデルは追加されなかった。 その後1998年10月にマイナーチェンジを行った。主な変更点は、など、比較的大掛かりなものとなったが、これらの変更は、前席の前後左右のウォークスルーを実現するためには、一つとして外せないものばかりであった。この改良は市場に好評を持って迎えられ、インパネシフトは、欧州の実用車では一つのスタンダードとなった。初代ユーロ版は、 PSA シ u ー、t エンジンを、はじめは搭載していたが後に、PSAE, DW エンジンに変わった。時期 4E10DOHC16 バルブ、エンジン搭載車はオプションで4速 AT が搭載され、その外は5速 MT が搭載された。二代目ユーロ版は2002年にデビューした。フロアパン、床板、ホイールベース、全高は変更されず、全長と全幅が増加した。 およそ 30cm の長さの増加は、衝突安全性の向上と、車内スペースの拡大に当てられ、居住性と過失容積は向上した。インテリアでは、インパネシフトとウォークスルーは受け継がれたが、ドライバーの前の小ぶりのメーターなセルには、タコメーターとスピードメーターはなく、ダッシュボード中央に取り付けられた、液晶モニターとのコンビパネルにフローティングアーチのひさしがかぶせられた。 独特の構成へ変更された。一目でユーロ版とわかる特徴的なダッシュボードとミニ版では重要となるどの席からもよく見えるセンターメーターは宣伝と機能性を兼ね備えた優れたデザインである。座席配置と定員は2.33の8人乗り、2.32の7人乗り、 2.22の6人乗りの3種類で上級グレードになるほど座席数は少なくなる傾向がある。2代目ユーロバンは2010年11月に製造を終了した。V6 エンジンの追加設定に伴い、プジョーは2003年、ジュネーブ省で807グランドトゥアサイムを発表した。2代目ユーロバンのエンジンは PSAE-DW エンジンを搭載し、 トランスミッションは6足5足マニュアルか4足オートマチックを選べる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。